出生時あるいは出生前から見られる形態や機能の異常を先天異常といいます。このうち形態の異常を奇形といいますが、近年は形態異常への言い換えが検討されています。先天異常をもたらす障害の原因や障害を受ける時期によって、遺伝性疾患、染色体異常、胎児障害に分けられます。遺伝性疾患は遺伝子の異常が親から子へと伝えられて生じる疾患です。染色体異常は遺伝子に異常がないものの、精子や卵子を形成する際に染色体の数や構造に異常が起こって生じる疾患です。胎児障害は遺伝子や染色体に異常がないものの、ウイルスや薬物などでもたらされた妊娠中の障害が原因となって胎児に生じる障害です。こうした先天異常は新生児の 3% から 5% に認められます。ただし出生前の胎児にはより高頻度に先天異常が生じていることが知られています。例えば染色体異常に注目すると、新生児では 0.8% 前後に生じます。出生に至らない自然流産は 15% から 20% あり、そのうちの 50% から 70% の割合で染色体異常が認められます。